マジ強いです。優しい質問してください。変なのぶっ壊してください。前回あの海選手のYouTube で7かスパーしたんですけど、はい、お互いどうだったのかなっていう、なんか今ちょっと近くで見たんですけど、なんかちょっと威圧感がすごくてで7かも、はい、僕も結構やったことあるんですけど、はい、スパーリングとかなんかまた違ったね。そうですね、7かが結構初めてやる人の時とかも結構自分の距離でいつもできるんですけど、今日はなんか本当海選手の距離で出入り早くて、本当になんかいろんな今まで選手とこうマスとかスパリングとかやったんですけど、今までで本当に一番やりづらかったかもしれないっていうぐらい。総合の選手とはやったことあるんですか？あんまなかったかもしれないです。結構キックボクサーの選手とかメタな選手っていうのが多かったので、なんかそうです、飛び込みのスピードが全然違うなと思って、すごいちょっと一発目のジャブが来た時にうわ早っと思って俺何発もらうんだろうと思って嬉しいですね、そう言ってもらえて。あ、本当ですか。長田君は距離感がすごいですね、やっぱ距離感です、なんかもう無駄な動きがなくて、もうギリギリで避けるじゃないですか、ね、ああそうです、スレスレで、はい、だから攻めづらいですよね。ちょっと踏み込んじゃうとカウンター待ってるし、ああだからみんなその試合見ててみんな攻めれてないのが分かりました、ね、あこれ入りづらいわっていう。ありがとうございます。攻め方が本当にうまいですよね。うまいっすよね。だからこのあんまり迂闊に攻撃に行けないから野田監督は、でスピードが速いんで、で待ってるとどんどん苦しそうです。近づくと肘あるしみたいな。これは立ちが悪いなって。可愛い顔してね。ちょっと立ち悪いなっていう。キックで試合したことありますか？ないですないです。あ、ないですか？でスパーリングキックでやるんですか？そうです。キックの練習もあるってことです。あ、練習もあるんです。基本的にはその総合の練習なんですけど、その練習の中でキックボクシングの日みたいなのをつけてます。あ、そういうことか。あんま慣れてないですだから。あ、そのキックボクシングの練習もこちらのジムでやられてる。そう、ここでもやったり、2個あってジムその元赤坂見附と亀井君にあって、あ、さっきの間違えました。そっちの方でキックボクシングやってる。あ、そうなんですね。正直キックボクシングが試合したいとか思わないですか？なんかめちゃくちゃ向いてるやん。さっき見て思ったけど、はい、どうですか？いけそうです。いけだからなんかそれこそ前堀口さんと天使君やってみた。そんな感じでキックのなんかその60キロ60ちょっとぐらいのチャンピオンと、もし雷神とかで年末ちょっとビッグネームと同士でってなったらやります。なんか一回で天心君とどうみたいな。あ、そうです。一瞬あったんですよ。コンベッションで一回あのあれです、雷神のみたいなやつだけど、まあ体重が合わなくてってなったんで、そういうなんか天心君と会ったビッグマッチなら一回やってみたいなと思うんですよ、チャンピオンと。なんかね、めっちゃいけそうじゃないの。正直その60キロ台のチャンピオンの選手いるじゃん、いろんな団体の、うん、でも強いんですよ。確かに普通にいけそうだね。気がするけど、なんかでも逆にそっちも MMA なんかさっき動画聞かれたけど、俺そっちが聞きたくて、あキックする気ないのかな。一回やってみたいはやってみたいですよね。そうっすね、なんか経験として、なんかその、まあ、継続的にはやりたくないですけど、やっぱ総合の好きなんで、はい、だけどそうですね、一回試合したらどうなるのかなっていうのはありますよ。めっちゃ見たい。見たいね。それこそ本当60キロ、はい、その階級のチャンピオンと決まったら本当にキックボクシングの練習を思いっきりやって、うん、そう仕上げて出てみたいなと思います。あ、そう、まあ、でもまた難しいなと思いますけど、やっぱり。あ、そうです。距離感も全然まためっちゃ近いっす。しかも疲れるしね、やっぱキックボクシングで。え、そうなんですか。え、MMA の方がきつくんですか。やっぱ MMA の慣れてる。慣れてるか。奈良君とさっきやってめちゃめちゃ疲れましたもん。3ラウンドとかやったらきついな。2人は階級一緒なんですか？一緒なんですね。で試合することはないなんか結構言われるの。実は一回本当に試合の話があって、うん、その時はでも2年くらい前だったんで、僕はまだ40キロ台ぐらいで試合してたので、で、一星君は50キロとかで試合してるんで、
で、そのオファーも、その元々決まってた試合の選手の減量ができなくなってしまって、で、僕が急遽みたいな話だったんで、やったはやったんですけど、エキシビションという形でやった感じ で、お互い本気でやったっていうよりかは、見せるような感じでやったので。そっか、でもお互いトップで戦ってるわけじゃないですか。だから、ゆくゆく、何か、組まれてもおかしくないのかなみたいなのがあるんですけど、もしあったらどうするんですか？やるはやるんですか？どうだよ、いや多分 やるよね、たぶん。怖いですね。例えば、トーナメントやりますみたいな、お互い決勝があるから、はい、それだったらもう、やるしかない、やるしかない。もう、それはもうやるしかない。感情の関係ですね。感情を殺して、はい、そういうのありますよね、はい、なんか一緒に練習しちゃってると、なんか気まずい感じありますよね。今までそういう試合ありましたか？そういう試合はないですけど、なんか試合後仲良くなった人います、はい、あ、そうなんですね。庄司さん、あ、庄司さん、乗ってますよね、最近、はい、試合した1ヶ月後ぐらいに練習来てくれるようになって、はいはい、もう今じゃもう親友ですね。この前も、ね、裏側の中見たけど、はい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 、プライベートでも一緒に遊んでて、なかなか珍しいパターンです。庄司選手は練習も結構な、そう、練習も今ね、週5回やってます。そうですね、毎日一緒に。じゃあでもやることはもうないような感じです。まあ多分ないですね、もうできないですね。まあそうですね、こんだけしたらね、そういうのありますよね。はい、カンペがあるんですけど、なんか多分僕たちがまだ初心者すぎて、多分いろいろ話を盛り上げるのが下手くそなんで。 YouTube は始めてよ、どれぐらいなんですかね。1ヶ月ちょいぐらいです。1ヶ月ちょいか、はい、1ヶ月ちょいなんで、もう分かんないですよね。分かんないですね。でも2人とも喋り上手だと思いますけど。本当ですか？結構下手くそっすね。だいぶ噛んでますよ。そう、さっき上手かったよね。あ、本当ですか？多分集中力してもう緊張してる。本当に緊張しきったのが逆に良くなったのかもしれないです。緊張するぐらいがね、パフォーマンスは。はい、そうですね。どうか YouTube 僕たちが初めて、まあ、登録者数が2500人ぐらい。おー、まだ。はい、でもなんかちょっとやっぱすごい100万人もいるじゃないですか。なんかコツじゃないけど、そうです。どういう風に YouTube を意識してやられたこととか。別に意識でもしてなさそうな感じで。素顔を出すのは大事。ああ、そうですね。なんかそのカメラの前でなんか作っちゃったりするのが、なんかもうありのままを出していった方が、みんななんか感情移入してくれて、応援してくれたりするんで。多分僕たちはまだそのやっぱカメラだからってちょっと考えちゃう部分があると思うんで、そうだね、噛んだりするのも残しちゃった方がいいと思う。ああ、逆に、うん、はいはい、かわいいってなって。あ、本当ですか？ちょっと一星君ヤンキーだけどね。そうそうそう、コントラストがあっていいかもしれない。その単発にしたんですけど、一星君ちょっといかつさ増しました。いかついよね、もうちょうど1週間、10日前ぐらいか最近しちゃったんですけど。福岡なんですよね。福岡です。もうヤンキーでしょ。いやいや、もう本当喧嘩もしたことないです。いや、その顔でよく言うよ。誰も信じない。あ、本当にないですよ。本当に喧嘩したことないです。へぇ、やっぱいいっすね。しかもなんか犬だったの。あ、で、柴犬っすね。そう、だからその話もしたくて。いい、もうこの見た目で犬大好きってもうめちゃめちゃいいっす。柴犬2匹かな。1匹っすよ、ね、1匹っすよ。黒っす。黒い。あ、柴犬そう。めちゃくちゃ可愛いです。可愛いですよね。何くらいですか？今、大森くん何歳？今1歳半か。あ、じゃあまだ1歳。めちゃめちゃでかくて18キロ。え、めっちゃでかい。でかい。柴犬ですか？柴犬。でかいっすね。なんか餌やりすぎたのかな。いや、そうですね。めちゃめちゃでかくなっちゃって。18キロってめっちゃでかくないですか？大型犬よ。ちょっと大丈夫なのかな。でかすぎたら。そもそも、その2人はなんで一緒に始めようと思ったんですか？それこそ試合が2年前決まりそうになって、そこから結構仲良く、会長さんとも仲良くさせてもらって、うちの会長と奈良監督で、そこからこう話し出して練習もするようになった時に、ちょっと YouTube やろうよって最初のノリで会長、こっちの奈良の会長が言ってくれて、はい、やりましょうやりましょうって言ったら、もういきなりもうチーム組んだからって言って、あ、そうグループができて、したらなんかもう始まった、始まったのバーってやってる人前、もう10月からスタートですみたいな。周りが固めてってくれた感じなんですね。そうですね。自分らの意思とは。そうです。はい。なんかYouTube のチャンネル名がなんて名前なんでしたっけ？なりなりチャンネルです。そうですよね。はい、なんかその名前で検索した時にヒットしないのもったいない。ああ、確かに。確かに。それもっと、あれ、なんで出すか？いや、僕、聞きたいです。確かに、それは。なんか出てこないですよね。普
人はやっぱ格闘家として結構有名なわけじゃないですか。で、それで注目してくれる人が多くて、多分 YouTube とかで名前検索した時にヒットしないと確かにもったいないですよ。それは確かにそうですね。そうお願いしますよ。ね、やっぱあれですか、テレビとかはあの出るとやっぱ全然違いますか。テレビそうですね、なんかやっぱあのいろんな世代が知ってくれるんですよね。テレビだと YouTube だとやっぱ若い子があの知ってくれるんですけど、テレビに出るといろんなそのなんだろう、結構なんていうの、お母さん世代の人とかも知ってくれたりとかっていう、確かにファンは増えやすいのかな。モニタリングとか出られてました、ね、うん、そういうの全部見てて。本当ですか。合いそうだけどね、七川君とか。本当ですか。ないですか、そのテレビとかって。テレビは、全国のやつ、あの未来モンスターとか。ああ、未来モンスター。はい、テレビ、僕が18とか17歳ぐらいの時に、あの密着してもらって、はあったんですけど、最近はそういうテレビとかメディアとかの出演はあんまりないかもしれないです。はい、僕の場合はなんか YouTube でメンバーがめちゃめちゃ俺にドッキリをかけてくるんですよ。もうなんか芸人さんぐらいかけられて1週間に3回とかかけられて陰影不死になる1週間に3回かけられて、それのおかげでなんかテレビとかでも結構ドッキリとかかけられて使ってくれるようになったりとかもあったんですよね。だからどんどんドッキリかけてます。怖いですね。バラエティとかも出てみたいなんで、ね、いいですよね。はい、喋れるしちゃん。本当ですか、喋れてますか。でもなんかドッキリとかされた時に素が出る人は。ああ確かに、どんどんやった方がいいですよ。そういうのやった方がいいです。じゃあ僕ドッキリめっちゃ仕掛けてもらう。そうやめてください。そういうのが大事なんで。アドバイスしますわ、はい、こういうのやったらいい。あそういうの教えてほしい。どういう企画が確か面白いですか。どういう企画が言っちゃったらダメですよ。ドッキリじゃなくてなんかあとこっそりこっそりこっそりじゃあ LINE 交換しよう。こういうのいい。2人で企画を考えてるんですか。じゃあそうです、自分たちでこういうやつをやりたいという時もあれば、あの考えてくださる時もあってっていう感じです。まあでもね、やっぱそのチャンネル登録伸ばすにはやっぱコラボが一番大事です。本当に本当にコラボはありがたいですね。今回みたいにね、その存在をやっぱ知ってもらうのが一番大きいんで、うん、どんどん好きな人とかいないですか。そう、僕始めたきっかけがマサト選手で、おでマサト選手を見て僕本当にほっかきするぐらい好きで、この前も家の整理してたらマサト選手の写真がものすごく出てくる。それぐらい本当大好きで、今でも本当大好きなんですけど、まだ未だに一回ホテルまで追っかけ行ったんですけど、K1 が福岡であって、で福岡でお父さんと一緒に行った時にこういろんな選手とみんな写真撮ってたんですけど、マサト選手だけちょっとあの警備員がいっぱいいて、警備員っていうかこうスタッフさんがで、ちょっとみんな来ちゃうからって言って取れなかったんですよ。あだからさ、そうね、確かにマサト選手会いたいですね。ちょっと見てくれてるんじゃないですか。しかもなんかマサト選手格闘家の人と結構コラボしてるんで、うん、絶対ね見てくれてると思いますよ。しかもなんか中川君のことを触れてたよね。あそうそうそ そう、ね、自分のことこの間なんか言ってくださって、で僕も本当にずっとテレビで見てた世代なんで、そんな方に言ってもらえるのかみたいな。ちょっと連絡した方がいいんじゃないですか。なんかあお願いしますって。してもらえるもんなんですかね。いや、大丈夫。それはもう大事でしたね。もしれないですね。そうですから。ちょっともう、どんどんしつこいぐらいにね。お願いします。お願いしますみたいな。もう、本当に、追っかけ話してたぐらいね。はい、本当にファンだから。始めたきっかけなんで。緊張して喋れなくなるかもしれない。喋れるよね。ということで、以上、なになにチャンネルでした。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。